拯救世界是一个非常热血的抽象的概念。新海诚导演的电影《铃牙之旅》可以被定义为是一个在灾难之中得到了情感启蒙的故事。爱情打开了一个人的信心以后，这个人的信心爆发到了一个灿烂的程度，会需要用拯救世界来。 符合这个灿烂的高度，所以主角呢，他的内心被打开这个开关以后，他相信了整个宇宙都跟他有关，这是爱情的魔力。有一天他会知道，爱情是不是真的是这么回事？起码在故事里面，我们看到他被赋予了这样的信心。我没有觉得新海诚导演只谈爱情，我觉得新海诚导演。 比较把成长跟仪式连接在一起，然后这个仪式呢，常常是以爱情呈现的，所以他选那个主角啊，常常都是在某一个年龄，就是让我们觉得他快要蜕变了，然后爱情成为这个蜕变的一场洗礼。 然后你洗完之后呢？我讲的洗礼是真的洗礼，为他电影里边常常淋大雨啊什么的，所以洗完之后他就真的就仪式完成。我认为它是一个启蒙的过程。我在以前的访问中看到新海诚导演形容自己是一个底色悲哀的人，我不知道现在隔了这么多年，他是否还觉得自己是底色悲哀的人，还是有了。 まあ日本語だと喜怒哀楽って言ってまあまあそのうちのどれかで言えばやはり今でも悲しみが自分の中にずっとあるような気がしますあのー、その意味では変わっていないですね悲しい感情がやっぱり創作のベースにどこかあるような気がします。 嬉しいことに娘はこの映画を見て泣いてくれたんですねあの彼女は今12歳で日本で東日本大震災が起きた時にはまだ0歳でしたですから震災の記憶がないんです僕は今でも信じられないんですけどあれは本当に大きな災害だったので日本人であのことを覚えていない人がもうこんなにたくさんいるということが信じられない思いなんですがでも僕の観客の今は3分の1ほどがあの災害のことを 記憶はしていません、えー、それでもスズメを見て泣いてくれたことがとても嬉しいですしこの映画を見ることでそんなに昔じゃないかつて、えー、日本にこういう災害があったんだということを娘が知ってくれることもあのとても嬉しいなというふうに思っています。 我从开始做事情以后，就对很多事情都感兴趣，这个就导致这个结果，就是很多事情我都做得很一般，做得不够深刻。导演显然是一个很投入工作、很积极工作的人，喜欢写小说，想要画漫画，最后却选择了做动画。动画是这三件事情里面最麻烦的一件事，所以这表示。 確かに僕は最初はそのゲーム会社に勤めながら一人でアニメーションを作り始めはしたんですね。ただ、まあどうしてアニメーションかと言われると、あの、一人でできるからだと思ったんです。その、まあ当時もパソコンもありましたから、あの、アニメーションってとりあえず絵を描けば、まあパソコンを使えば映像にはできるじゃないですか。でも 実写映像を作ろうとしたら役者も探してこなければいけないしこういろんなスタッフを探さないとライブアクションは一人では作れませんよねでもアニメーションであればなんだかこう一人で作れるような気がしてまあ始めてみたらあこれは大変だということを後になって気づいたんですけれどもでもそれまで小説も書いたことなかったですし漫画家でもありませんので僕にある技術は、まあ、ゲーム制作の技術とか まあ、コンピューターを作って映像を作る技術だったんですね。ですので、自分にある技術で物語を語ろうと思えば、えー、アニメーションを使うのが自分にとっては一番自然な選択でした。全世界有没ない一人、是你最想要向かう人、正名に自昔は、自分が片思いをしている相手、自分の好きな人に自分の作ったものを見てもらって、見直してもらいたいという気持ちはありましたね。ただ、今は、あの、 具体的な誰かにこれを見てほしいというよりはその自分が一生きっと会うことがないんだろうなという人に映画を見てほしいというふうに思うようになりました日本人でもなくてずっと遠くの国に住んでいてきっと僕の人生の中では一度も直接会うことができない人その人が何かの形で僕の映画を見てとても面白かったというふうに感じてもらいたいそういう気持ちの方が強いですね。 僕も個人的には遠距離恋愛を乗り越えることができた経験はないですね。遠距離恋愛したことあるんですけど、うまくいったことはないです。ただその、近くにいたら、じゃあうまくいくかっていうと、そんなこともないと思うんです。その、人の心と心の距離というのは、物理的な距離はあまり関係なく、隣にいてもすごく遠いということはありますよね。あの、ですので、まあ、距離、 そうですね。実際の距離ではなくて、えー、まあ、その人が本当には何を考えているのか、その人のことをこう想像することが大事なんだっていうのが、まあ僕がかつてうまくいかなかった遠距離恋愛から学んだことで、それはその、今となっては観客の心を想像する、そのことにつながっているような気はします。彼女のことを知りたいっていう気持ちが今は観客の気持ちを知りたいというこう気持ちになっています。 以前的很多你的角色都没有完全的，没有很早就把他的感情告诉对方，做出爱的告白。呃，导演是不是觉得不需要讲那么清楚？呃，只要单方面喜欢对方，爱情这件事情就已经完成了，不需要让对方知道。<laughs> そうですね。かどうなんでしょうあの。 どうですか片思いだけで愛は完成できますか、はい、<laughs> そうですね。はい。あの、僕も片思いの経験たくさんあるんですけど、でも、愛は完成したかどうか分かりませんが、片思いに教えてもらったことはすごくたくさんあるような気がします。片思いの経験が僕に秒速5センチメートルという映画を作らせてくれましたし、そういう経験は、 <laughs> なんか何でも映画に結びつけちゃってなんですけど、映画作りと似てるような気がするんですよね。こちらが一方的に愛の告白を観客にしている。観客が愛してくれるかどうかわからないけど、でも自分は相手のことを好きでいる。自分は観客のことが好きだと。その片思いをずっと続けているっていうのは、まあもしかしたらそうですね、今までの自分の実際の片思いの経験が、まあ映画を作らせ続けてくれているのかもしれないですね。うん 小説、流行歌曲一再で告诉我们愛情有多重要。导演现在会觉得爱情在人生当中的地位是被高估了吗僕がやっぱり学生の時とか20代の時はまあ男女の愛というのが自分にとってはとても大事でした。やっぱりその女性にどう見られるかとか女性にどういうふうにこう好きになってもらえるかというのが自分にとってすごく大きな 問題,だ問題だったんですね。大体うまくいかなくて <laughs> うまくいかない感情が自分に物語を作らせてくれたとも思います。ただだんだんこう年齢を重ねていくと他にもたくさんの愛があることには気づくだと思うんです。僕は今子供がいますので娘がいますのであの娘への愛情はやっぱりかつて自分が20代の頃に抱いていた異性の女性への愛情とはやはり違うもの。 ですよね。あるいは猫を飼ってるんですけど、やっぱり猫を大切に思う気持ちも愛情だし、一緒に映画を作っているスタッフへの気持ちも、やはりそれは愛情だなというふうに思います。ですから、あの、そうですね。男女の愛を、まあ、高く見積もりすぎているというのはあるかもしれないですよね。他にもやっぱり同じぐらい大切な愛というものがたくさんあるし、その一つ一つが、まあ、映画であったり物語の中で描くに値するような、 如果你很熟悉新海诚的作品呢，我会发现他经常让年轻人担负呃抵抗天灾的责任啊。呃，这当然是使得故事非常的有趣。可是相对而言，我就会好奇，嗯，导演是觉得如果让年轻人体会能够阻挡天灾的。 责任感、会帮助他们成長吗そうですね。あのー、僕は、あのー、難しい質問ですね。あのー、僕はまずエンターテイメントとして単純に楽しんでほしいというのが一番最初にあります。あのー、映画一本見るって結構大変なことだから、まずは楽しんでほしいというふうに思うんですね。でも、なんだろう。 その映画館から出た時に自分が少しだけ成長したっていうふうに思ってほしいとは思っていますその自分が少しだけ強くなった例えばジェットコースターって怖いじゃないですかあるいはまあ遊園地のジェットコースターあるいは遊園地のお化け屋敷お化け屋敷ですかねホーンテッドマンションですかお化け屋敷とか怖い思いを人は時々従いますよね遊園地に行ってジェットコースターに乗って怖いって思ったりとか ええー、お化け屋敷に行って怖いって思ったりする。でも、そこから降りてきたときに、ちょっとだけこう自分が成長するんだと思うんですよ。何かを乗り越えて、少し強くなる。ええー、現実に立ち向かう力を、そういう遊びから少しだけもらうことができる。映画もそういうものであればいいなというふうに思いますね。导演在大学的时候、决定不作家里面的建築方面的工作。好像当時有跟父亲、う明 後来是に、哪一个时间点或者是哪一部电影を让にのばばば觉得に做的な则是对で <laughs> そうですね今では父は僕のことを確かに認めてくれていると思いますただ父に認めてもらうまではやっぱり何年かかかりましたあの 一つ父が認めてくれたきっかけが NHK っていう日本の公共放送があるんですねその田舎の両親であれば誰もが見ているようなテレビの放送局があるんです NHK にインタビューしてもらった時になあ,あ誠はまあちゃんと仕事してるんだなというふうに父親が安心してくれたんですあのですからそうですね NHK という、まあ、放送局には感謝してますお開始做节目的时候介紹的是漫画 我我的爸爸不知道我的节目在做什么东西，后来我开始访问重要的人，像导演这样的人的时候，说他才觉得放心，我是在做正经的节目。<laughs> そうなんですね。そうか。やっぱり父親というのはあのまあ,ある意味でやっぱり仕事をしていく上での大きなハードルにはなりますよね。从哪一个电影开始，你会邀请家里的人去电影院看你的作品？いやあの。 一番最初に見てほしいと思ったのはやっぱり自分のデビュー作でした。その星の恋というとてもこう短い、まあ20分ちょっとのロボットアニメを作ったんですけど、やっぱり今思うとすごく未熟な作品ではありますけれども、でもその時の自分の全力で作ったものだったので、まあ両親に見てほしいというふうに思いました。えー、まあ両親は見てくれては、 見てくれはしたんですけど、でも SF ロボットアニメだったので、まあちょっとよくわかんないなという感想でしたね <laughs> <laughs> 他。他们有称赞吗あんまり褒めてくれなかったですね <laughs>。<laughs> 我很开心心海虫导演有告诉我、说他邀他的父母去看、然后他父母看完之后、也不是很看得懂。然后、经过解释之后、就讲了一句话说、あ原来是这个意思啊。也没有称赞就离开现场。 这对我来讲真的是太熟悉的一件事了。就是我，我一开始得到机会在报纸上面写专栏的时候，我是非常开心的，因为跟我一起写专栏的那些人都是我从小就觉得很厉害的写作者。然后呢，我就很努力的想跟他们写的不一样，希望每周六别人看到这个报纸的专栏的时候，认为说，哎，这个人跟前面五天的人都不一样。 然后我写了这些东西以后呢，我觉得我爸爸，第一个肯定觉得这些东西不正派，第二个就是看不懂。所以后来呃，每周日呢，就会发现桌上放了一份周六的报纸，就我爸就会默默的把这份周六的报纸折好以后放在我的桌上，表示他替我留下来了。可是，在他在世的时候，从来没有一次告诉过我，他对我写的东西。 有任何的见解跟想法，他甚至不会说很好笑，或者很可恶，或者太不正经了，都没有。就是他持续的把这份周六的报纸折好放我桌上，很多年，然后这这件事情就结束。了。所以我非常能够体会新海诚讲这个，爸爸妈妈看完电影以后说啊，原来是这个意思，然后就走掉了。